Salutations les potes, je crois que c'est la mauvaise manette qui est connectée. Et salutations les petits potes. Ah, ça fait un certain temps que j'ai pas pu attaquer la Silvarius 9, ça fait exactement 3 semaines. Et beaucoup de choses qui se sont passées. Du coup j'ai pas pu continuer contre correctement le jeu. Bon. Je vois que ma scène elle commence à me tirer la gueule. Là. Nous avons terminé l'aventure de Checkpoint. Et du coup, il nous reste un troisième officier du coup à faire. Qui est autre que le Rokai. Rokai! Ça, c'est la photo. Yaraideka! Kokoku! Shogai Saizenseiyo! Du coup on est parti hein. Oh let's go. Eh ouais, Rokai du coup. Qui termine dans notre point de voir des soldats. Des premiers soldats. Des premiers généraux soldats. Voilà, général S3 là ça. Alors c'est que l'introduction du chapitre du coup. 時は五冠末期。朝廷内の権力争いにより世は大いに乱れていた。さらに天変地異や凶作が相次ぎ、民は苦しみの底にあった。そんな中、張角という男が現れる。彼は紀州で太平道を起こし人々を救済。瞬く間に民の心を掴んでいった。そして中平元年、張角率いる太平道は漢王朝に反乱を起こす。頭に黄色い布を巻いた黄巾党が各地で一斉に立ち上がった。後の世に言う黄巾の乱である。朝廷は直ちに乱を鎮圧しようとするが、虚しく敗北を重ねた。400年続いた漢王朝の命運は今まさに尽きようとしていた。敵するは黄巾の族と30万、多くは民とはいえ数の上では圧倒的に不利か。改めて言われると途方もないな。まさに行かれる民が大地を揺るがすようだ。いや殿、笑ってられる状況じゃないかと。何の戦は数ではない。我らの敵ではあるまいて。郊外、あざ名は幸福。孫家の長孫権に仕える豪の者である。黄巾の乱を鎮圧するため兵を挙げた孫権に従軍。この機に孫家の名を轟かさんと奮い立つのだった。ならばお主、一人で千万の民を相手にするか。言うは安いが過ぎれば妄言よ。テーフ、そう構えることはない。数で不利なればこそ我ら孫家が立つのだ。貨幣の官軍を助け、黄巾の賊を退ける。それがひいては官室を守ることにつながるのだ。我ら孫家は官室の刃、今こそその務めを果たす時と心得よ。それに俺はこの戦負ける気がしないのだ。それは何故に。我が孫家には勇猛なる将来がいる。帝府、郊外、関東、お前たちの働き、
期待しているぞ。やれやれ、殿は俺たちを乗せるのがうまいからな。まったくよ、そう言われてはたぎらずにはおれんからの。お主らはそうやって引き締める役回りはまた我が輩か。いや、テーフ殿、そう気負わなくても大丈夫そうだぞ。何でも董卓が呉荘に陣を敷いたとか聞いたところだと5万の官軍らしい。董卓、領州で名を馳せている男か。よし、まずはそこに合流しよう。董卓なる輩、人の皮をかぶった獣との評判もある。孫権殿、くれぐれも油断なさらぬよう。わかった、心しておこう。行くぞ、今回時をあげよう。おうさ、奮い立て、高等尊家の将兵よ。我ら高き総がとなり敵を打ち砕かん。まったく、民らにも困ったものよ。黄金党だ聴覚だと怪しい輩に乗せられおって。しかし考えようによってはこれは好機よ。わしらが戦果を上げれば殿の声望も高まる。高等に尊家ありと天下に示すことができよう。ならばこれは甲斐のある戦よ。この高幸福、全力で戦働きせねばの。殿、ご覧あれ、前に見えるは黄金の一味よ。温泉前の良い刀鳴らしになろう。行くぞ、敵を残らず打ち払うのだ。俺ら黄金刀に歯向かえば天罰が下る。こんな風にな。お前ら黄金刀の邪魔しようってのかい。だったら怪力俊足周宗様と勝負だぜ。バカティ、やらいでくちょ、こりゃやべえ。ここはさっさと逃げるに限るぜ。まったく骨を折らせるわい。ん？あそこにいるのが董卓のようだの。ん？なんじゃ貴様らは。孫文代以下将兵一戦、ただいま参陣した。ふん、高等の虎などと抜かすやつか。その辺で油を売っておればよいものを。いや、俺たちも早く戦列に加わろうかと。その必要はない、当分は様子見をしておるがよいわ。なんと、それはいかなることか。バカか貴様ら、黄金の者どもは大軍じゃ。こんな兵数で戦っても勝てるわけがなかろう。わしらは官軍、ボートなどそれを上回る大軍ですりつぶせばよい。朝廷がそれに気づくまでここで時を潰すまでよ。気づかぬ時は。その時はその時よ。どうしても戦いたいなら好きにせよ。その辺におる雑魚でも買っておれ。ただしわしに迷惑だけはかけるなよ。承知した。これより我らは付近の黄金刀を掃討しよう。いや、なんとも厄介な感じですな。董卓、一体何を考えているのか。しかし奴の言うことも道理よ。
いかに相手が暴徒とて兵数の差は馬鹿にできぬ。いや、董卓は違うものを見ているな。己の兵を損ねず各地の乱を捨ておく。その結果状況はどうなるか。今の天下、官室が倒れ董卓だけが無傷で残る。そうならんとも限らん。いや、まさかそんな。それが人の皮をかぶった獣董卓の狙いと。なんと悪辣な男よ。殿、かような輩捨ておけませんぞ。いや、まだそうと決まったわけではない。それにあの態度にも使い道はある。ここは俺たちがあの男を利用させてもらおう。敵の末端と戦いつつ董卓の前へとおびき出す。温存するつもりの軍が危機にさらされるのだ。奴も戦わざるを得なくなるだろう。そうして奴の陣を主戦場にしてしまう。その間に俺たちは黄巾の視界聴覚を打つのだ。なるほど、生産はあるか。しかし董卓よりも孫権殿の方が悪党に見える。なに、そのぐらいでちょうどよかろう。面白くなってきよったわい。敵将黄興福が討ち取った。見事な戦ぶりだ。何者だ。黄巾の賊とどもよ。わしは黄興福。お主らをたぶらかす悪党聴覚を倒しに来たのよ。黄巾の軍を釣り出す。まずは眼前の敵を派手に蹴散らす。敵の狙いはこの地と見た。この者ども、守備を固めよう。なんて強さだ。もっと味方を呼んでこい。よし、このまま敵兵を董卓にぶつける。その隙に我らは聴覚を撃つぞ。ほう、わしと同じことを考える者がいるか。ん、何者だ。董卓が動かぬなら敵を動かし董卓にぶつけるか。確かにそれで戦局は動くであろうな。ここはお主らに協力しよう。
黄金兵を誘い出すのはわしに任せよ。ありがたい話だけど、あんた何者だい？わしは総猛徳。お主らと同じような理由でここにおる。おお、お主があの、名前は聞いたことがあるわい。ふん、そちらも名乗るのが筋だろう。これは失礼した。俺は孫文代という。へえ、こっちもお前さんの名前は聞いてるぜ。高等の虎ってな。殿、こりゃ面白い相手に会えましたな。うん、愚問と名高い孫家の戦、とくと見せてもらおう。期待に沿う奮戦をしよう。お主らは一度東卓のもとに報告に戻るといい。おそらくはすぐに軍を動かすことになろう。黄金兵を打ち破る準備を整えてから行くことだ。承知した。曹操殿、助言に感謝する。なんじゃ、戻ってきよったのか。黄金の兵どもの様子はどうであった？それが。董卓様、大変です。黄金兵がこちらへ向け動き出しました。黄金の連中が攻めてきよったじゃと？やむをえん。者ども前進じゃ。戦局が動き出したか。曹操殿、守備よくやってくれたようだな。皆この機を逃すな。全軍聴覚を打つべく敵本陣を目指せ。郊外黄金刀の領袖、聴覚を撃つ。我らの力を見せつけてやれ。まったく、馬がご入り用で。またお待ちしてます。見よ、これぞ天より授かりし奇跡。急に兵士が現れたぞ。どうなってるんだ。いいもの揃ってますよ。
Tu veux TTET une petite on fait les deux. Fait les deux raids là ce soir. On va dire que j'ai déjà tout fait moi. Ah ouais, ETTT. Ah j'ai plus de perso à ta gueule. Waouh. Ah ouais, t'es comme ça la roue, d'accord, ça marche, pas de soucis. Non, t'inquiète, ça roule. ありがとうございました。ほっちゃっふっ、ええ、いらっしゃい。毎度どうも。毎度どうも。
いらっしゃいまし。今後ともご贔屓に。ありがとうございます。まだまだ捨てたもんじゃないの。いらっしゃい。
知らぬらしい。みんな、あやつらを打ち果たすのだ。あれは孫権殿の軍勢か。戦闘が出過ぎているようだが、力を貸せ。後悔、この程度の活躍に浮かれるな。お主にはさらなる活躍を期待する。やられてか。屈辱は城郭様が晴らしてくださり、覚悟しておくんだな。違うわい。思っていたより敵の数が多い。こりゃ簡単には勝てそうもねえな。方針殿、言葉を慎まれ。兵に聞こえては士気に関わります。目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。潰しちまうか。お前らついてこい。敵の要所を制圧する。一糸乱れぬ行軍で臨め。皆の規範となるよう、これからも精進せよ。することができた。救援感謝する。乱の迅速な兵兵のため、貴殿らに協力しよう。未熟よのう、年季が違うわい。そういえば、敵兵から押収した地図だ。聴覚が生み出す兵に関係するよ。目標、そして行に印がつけられている。厳密に調査すべきだ。
構ありえなくなった。目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。まべしもガリザムだ。輩など敵ではないわ。見よ、聴覚様より授かった完璧な布陣を。こちらに向かってきたか。正面から攻め寄せると愚かな。どう、なかなか見事な陣を敷く。だが鍛錬することだ。どこかにほころびがある。よし、守りを固めろ。奴らは近づけさせん。ここで負けてしまうとは。純子様、お役に立てて申し訳ありません。ほっ、敵の陣を突破できたか。援軍の働きに感謝せねばならんな。行くよのう。年季が違うわい。街中に誰か助けてくれ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。
いらっしゃい。毎度どうも。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。なんだお前ら。この再起はな、例の兵とは全く関係ねえぞ。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。総崩れになるなんて、これ以上は無理だ。撤退するぞ。なんという強さ。ここは引く。未熟よの、年季が違うわい。ありがてえ。俺たち見捨てられてなかったんだな。しまった。行の再起は無事なのか。はっ、そうだな。
やっちまった。僕の最近無事かな。誰の生み出した兵が消えただと。さては再起を壊されたか。わしもまだまだ捨てたもんじゃないの。ここまで追い詰められるとは。この均等の力見誤ったか。暗雲など口ほどにもない。このまま押し潰してやる。ここは厳しかった。皇天の世が遠ざかってしまう。いずれ皇天の世が来るんだ。その時まで覚えていろ。九死に一生を得るとはこのこと。本当にいいところに助けが来たものだ。未熟よの年季が違うわい。武器を捨て降伏するのだ。貴様らは民を惑わせ世を乱したるだけよ。降伏など誰がするものか。天の奇跡を信じ戦い抜くまで。これが天、そして人工将軍の力。さあ本物がどれか見極めてみよう。私は偽物だ。残念だったな。貴様ごときに本物が見抜けるはずがないわ。気をきじらせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。まさか見破られてしまうとは。兄上、どうか我らの志を。この戦線を突破できたか。ほっ、よし、この勢いのまま進軍するぞ。
なところで終わりかよ。もっと暴れたかったぜ。狙いは定まった。敵の足場を崩し全員を損。この俺様がまさかこんな奴らに負けるとは。このご恩は忘れません。未熟よの年季が違うわ。今さらあがこうとも無駄よ。行け、当然の獣を打ち果たすのだ。いつまで持ちこたえられるか。援軍が来てくれれば活路も開けようが。ここは捨てるしかないか。聴覚様、あなたを信じております。危なかった。よくぞ来てくれた。未熟よの年季が違うわい。黄金のやからめ許さんぞ。虫けらの分際で陣取るよって。すでにお前は我が主中。私の罠に翻弄されるがよい。私の計画が台無しではないか。未熟よの年季が違うわい。当店すでに死す。当店まさに立つべし。トングども、天の奇跡を見よ。力のせいでまともに戦えぬ。誰でもよい、聴覚を撃つのだ。天よ、猛然たる氷の力を我に与えよ。Yeah!
この腕でがっちり守ってみせ。氷がやんでしまうぞ。西からの侵攻は免れぬか。変よ、熱烈たる風の力を我に与えよ。敵が足場を崩し戦意を損。うわっ、なぜか静まっただろう。これでは北の守りが薄くなろう。精烈なる雷の力を我に与えよ。雷が止められたか。これでは東からの侵入を許してしまう。預けたまえ。雰囲気が破壊されるとは。これでは全力を出せ。再起が全て破壊されるとは。この力の源が。それは身の獣め。苦しみを。天はお許しにならぬぞ。黄金刀を率いる聴覚は倒した。官室に逆らおうなどとするからだ。いやはや、なんとか勝てましたな。兵は拙速を聞くも、いまだ後宮を閉ざるなり。機を見て迅速に動いたのが走行したか。孫権殿、見事な傭兵であった。やりましたの、殿。これで各地の乱も静まるでしょうな。果たしてそう簡単に進めばいいがな。ん？何か引っかかっておられますか？聴覚の言葉に間違いはないのだ。乱の原因は民を顧みない朝廷の姿勢にある。それが変わらん限り、これからも乱は起きるだろう。おそらくは董卓の動きもそれを見越してのもの。官室はまさに内と外とに憂いを抱えているのだ。皆、この騒乱簡単には収まらんと思っておけ。それならそれで戦うだけですけどね。長丁場なら俺の見せ場も少しはありそうだ。湯の関東よ、無論わしも遅れは取らんぞ。勝負の尊敬、その力を天下に示す。時代が戦乱へと向かうならば、理にかなう道か。先々のことはこれから考えねばならぬ。だが今はまずこの先行を祝うべきであろう。その通りだな、帝府よ。みんなよくやってくれた。
Bon ben voilà, on termine ce chapitre. On continuera la semaine prochaine la partie numéro 2. Et peut-être ça sera un peu plus tard, on verra. Allez.